白いフライドライス。あ、でもね、ココナッツの匂いがする。マレーシアのココナッツビスケット。今日もサウスインディアのお店で、もうメニュー見る前から決めていますが、ココナッツライスを食べようと思います。はい、というわけで、そろそろこの街も終盤、まだ食べてないものを食べようと思ってここ来ました。で、もう最初から決めていて、どこだっけな。メニュー変わっちゃったんですよね。もうこれ最後しようと思います。まあ、マンゴーライスなくなっちゃったんですけど、ジーラライス、まあ、ジーラライスは北インドにもありますから、注文しません。で、カードライス、カードライスはもうヨーグルトが乗っかってるだけだろうということで注文しません。タマリンドライス、すでに動画撮って、この動画を公開する頃にはすでに公開済みだと思います。レモンライスもこの動画を公開する頃にはすでに公開済みだと思います。ということで最後、ココナッツライスを注文しました。150ルピー。ああ、ちょっとタマリンドライス130、レモンライス130に比べるとココナッツライスの方がちょっと割高なんですね。でもまあいいや。で、注文しました。で、今日、実はこの日の朝に、バナナフライっていう注文をして、一番高いやつ。すっげえ高かったやつ。フライドバナナ with ハニーですね。280ルーピー。すげえいいんだ。お注文したんですけど、ちょっと作り方誤ったかもって、ご主人が作ったんだけど、普段は奥さんが作るんだけど、ちょっとベーキングパウダー入れ忘れたからちょっと違ったかもって言ってたんで、1個前の先日のフライドバナナ with ハニーのフライドバナナは本来はもうちょっと違う出来なんだそうです。まあ僕はどちらでもいいですけど、ということで、フライドライスじゃねえ、ココナッツライスを今余っています。カジュラホのほとんど入場入り口、カジュラホの西軍寺院の入り口のほぼ真向かいにあります。大きくマドラスコーヒーハウスと書いてますから、南インドに行くご予定の方はいいんでしょうけども、カジュラホには来るけど南インドに行く予定がない方で、南インド料理食べたいなという方はいいかもしれませんね。パッと見、白いライス、ちょっとライトつけます。ライトつけても白いです。白いフライドライスですね。だからインド料理だけどターメリックとかは使っていない白いライスが出てきました。まあ、南インドらしい、この葉っぱがご飯の上に乗ってると南インドって感じがするよね。あとこのつぶつぶね、これつぶつぶ何でしたっけ、ちょっともう忘れた。南インド料理詳しい方は知ってると思いますが、で、ここの、あ、でもね、すごいココナッツの匂いがする。マレーシアのココナッツビスケットの匂いがします。それもマレーシアのビスケットを知らない人しかわからない。ですね、はい、なんかフライドライスチックな見た目なんだけど、ココナッツライス、ココナッツの風味が、香りがもうすでにしているので食べてみますね。うん、うん、あ、ほう、あのね、もう口にいた瞬間にもうふわっとココナッツの香りがきます。マレーシアのココナッツビスケット、空港で売ってます、マレーシアのココナッツビスケット、美味しいんですよ。ただココナッツの癖が嫌いな人は食べられない。ただ僕ココナッツ好きなんで、マレーシアの空港に売ってる、空港、僕空港に来てるやつです。マレーシアのココナッツビスケットの味に似てます。あ、風味が、風味と同じだから、リアルにココナッツの風味ですね、のふわっときます。で、食べた瞬間に口の中にふわっときて、で飲み込むあたりになるとフライドライスです。そう、口に入れた瞬間にココナッツの香りが、風味がふわっときて、で、ちょっと玉ねぎ結構使ってますね。だから、で、噛んで飲み込むあたりには玉ねぎの風味、香り
がある塩味のフライドライスチャーハンみたいな感じですね。だからまあ一度で二度おいしいじゃないですけど、そんな感じです、うん、なんで一口目が独特なんですが、喉を通る頃飲み込む瞬間にはフライドライスに変わるっていう、そんなイメージですね。だからあのココナッツって癖あってあの苦手な方も結構いるじゃないですか。だからあのココナッツがお好きな方は全然いけると思う。ただお嫌いな方はちょっと嫌だなって、まあまあなる、まあまあ何にしてもそうでしょうけど、なるんじゃないかなって気がしますね。はい、ちょっとワイドモードに切り替えましたけど、まあこんな感じです。というわけで、ココナッツ自体がですね、あのでもこの辺そうだよね、まあ、ご飯の色と相まってちょっと分かりにくいんですけど、うん、これもそうだね、この辺、まあ、ココナッツ削った、これもそうか、削ったココナッツですね。ココナッツミルクじゃなくてあの削ったミルク、削ったココナッツが入って、まあ、それ以上の作り方はすいません、ココナッツライスのクッキング動画か何か別の方ので見ていただいて、作り方はまだちょっと勉強しません。というココナッツライスでした。ケララにありそう。